みんな早く早くこっちだよ。あの子あんなにはしゃいで怪我でもしちゃいそうね。おにゃ予感的中。へへへ、ガーナがはしゃぐのも仕方がないさ。兄弟水入らずの旅行なんてなかなかないもんね。こんにち、メリクリパーリナイ、ミステリー案内人です。まあすっかり年の瀬ね。案内人さん、今年はお休みもらえそうなの？はい、案内人たちと慰安旅行で1泊2日の温泉旅行です。コツエさんもよろしければどうですか？友達を1人誘ってもいいことになってるんです。いいの？やった。それでは今日は年の瀬の温泉旅行を黒猫ファミリーのみんなも一緒に楽しんでくださいね。はあ、なんとかたどり着いた。自信たっぷりのガーナがショコラ、ビター、カカオを案内し、たどり着いたのはとある温泉宿。どうやら兄弟で旅行に来たようです。ねえ、ここの温泉めちゃくちゃいいっぽいよ。お父さんとお母さん任務で海外だし、子供4人でサクッと行ってみない？と提案を受けた3人。すると意外にもビターが、カフェもお休み必要。まあ確かに今まで休みなしの人生だったし、それくらいいいかもね。ふふ、2人が乗り気なのは珍しいし、たまには4人で出かけてみようか。あ、立派な旅館じゃないか。というわけで、いつ以来かもわからない4人のプライベート旅行が実現したのでした。雰囲気もあって素敵だわ。豪華絢爛でしょでしょ。いろいろ調べたけど、ここがビビビーっときたんだ。さ、中に入ろう。ガーナに促され中に入ると、外観の通り落ち着いた空間が広がっています。ようこそお越しくださいました。こんにちは、アルカラムです。はい、アルカラムご一行様でございますね。受付をいたしますので、代表者の方よろしいでしょうか？私が代表者です。張り切ってるね。お兄ちゃんたちの中にいて代表者になることなんてほとんどないから。ありがとうガーナ。それじゃあ受付任せたわよ。うん。落ち着く。そうだね、普段洋風の家で過ごしているから、こういう空間も悪くないよ。和の建物、私も好きよ。それにしても、ショコラは建物の中をぐるっと見渡しました。なんか妙ね。僕も気になってた。ああ、二人もだったんだね。三人は顔を見合わせ、お互いの言いたいことを察したようです。おかしいわよね、やっぱり。おかしい。この宿、僕とビター兄さん以外女性客しか見当たらない。他にも宿泊客が大勢いる様子なのに、確かに男性の姿が見えません。女性向けのイベントを行っている様子でもないし、なんでこんな客層になっているのかしら。まか不思議。女性客の年齢は若い人から年配の人までいるね。本当に男性だけがいない。そんな話をしていると、受付を終えたガーナが戻ってきました。お部屋に案内してくれるって。行く？あれ、どうしたの？男性客がいないって話をしていたのよ。ここカップルや家族連れにも人気がありそうなのに、女性グループばかりなのが気になって。すると、おかみが困ったような顔をしています。おかみ、何か事情があるのかい？あ、いえ、あの、大丈夫。どんな理由でも僕たちは気にしない。男性のお客様の前でこんなお話をするのも気が引けるのですが、確かに気になりますよね。実は噂があるんです。噂？はい、ここ数ヶ月、突然この旅館の温泉に霊が出るという噂が立ってしまったんです。しかも名物だった混浴風呂に。混浴風呂？ここは男女一緒に入れるお風呂があるんだよ。もちろん別々のお風呂もあるから、希望者だけ入るの。でも混浴風呂の性質が特にいいらしくて、大人気なんだって。私も入るの楽しみにしてたんだけど、そこに霊が出るって本当ですか？ええ、私も他のスタッフも見たことはないんですが、襲われたというお客様がいらっしゃって、その霊、どうも男性ばかりを狙うらしいんですよ。それで男性のお客様が来なくなってしまったんです。霊は女性は襲わないということで、現状のような客層に。なるほどね。旅館にしてみれば迷惑な話だわ。ええ、
性別関係なく楽しんでいただけるよう努力してきたのですが、例の仕業となれば手の施しようがなくて、お払いなんてしようものなら余計噂が立ちそうで、今どうすべきか悩んでいるところなんです。じゃあ別に男性客を歓迎していないわけじゃないのか。もちろんです、そんなことしません。むしろこうしてカカオ様やビター様に来ていただけて嬉しいんです。単純に噂のこと知らなかっただけなんだけどね。知ってても来たさ。ガーナが選んでくれた旅館だし、こんなにもいい場所なんだし。カカオに同意。女将は嬉しそうに微笑み、早速部屋に案内してくれることに。ガーナはゆっくりのんびりできるようにと、隣同士で2部屋予約していたようです。ガーナ、ショコラ、カカオ、ビターのペアで同室となりました。しかしすぐに1部屋に4人集合。これからどう過ごすか話し合いが始まりました。そっちの部屋はどうだった？作りはこの部屋と変わらないよ。落ち着いていて気持ちのいい雰囲気だった。霊が出るような旅館とは思えない。それは私も思った。確かに建物自体は歴史ある感じだけど、嫌な古さはないもんね。婚約風呂も行きたいな。行けばいいじゃない。万が一霊がいるとしても女性は襲わないらしいし。カカオたちも一緒にどう？そうだね、考えとく。とりあえずは男風呂を楽しみたいかな。兄さんは？僕もカカオと男風呂に行く。そう、それじゃあガーナ一緒に行きましょうか。ああ、あとさあとさ、お兄ちゃんたちも照れなくていいんだよ。婚約風呂は濁り湯みたいだし、パッチリ裸が見えるわけじゃないんだから。身内の裸なんかどうでもいいよ。興味なしオツ。何よもう。そんな会話をし、男女で別行動を取ることになりました。楽しみだな。婚約風呂って言っても男性客いないから女風呂と変わらないんだろうね。そうね、カカオとビターが来ない限り女性だけの空間になりそう。それはそれでのんびりできるしいいか。早速入浴しに行くか。あー、極楽最高。ガーナとショコラはゆっくりとお湯に浸かりました。濁り湯の上、湯気が多く、仮に男性がいたとしてもそう気になることはないだろうなと思わせる空間でした。さすがに脱衣所は男女別でしたし、思っていた以上に混浴風呂と意識する必要はなさそうです。これは人気なのもうなずけるわ。霊が出るなんて言われて男性が遠ざけられちゃったのがかわいそうなくらいね。だよね。そもそも本当に霊がいるのかもわからないのに。いますよ。え？突然話しかけられて戸惑ったガーナ。それもそのはず、いつの間にかすぐ近くに男性がいたのですから。へえ、だ誰？おっと失礼、僕はキモットと言います。この温泉が大好きで、霊の噂にも負けず入り続けているんですよ。とりあえずもっと離れなさい。いきなり近づいてきて失礼よ。これはこれは確かにその通りですね。ショコラに注意されたキモットという男性は少し離れていきました。しかしまさか男性がいるとは思っていなかったため、ガーナはまだ驚いているようです。お兄ちゃんたち以外男性の宿泊客はいないって聞いてたのに。僕は宿泊客じゃありませんから。家が近くにあって温泉だけ毎日利用しているんです。そういうお客さん僕以外にもいるんですよ。そうなんだ。ガーナとショコラはすぐに逃げようとしました。しかしなぜかキモットはついてくるのです。この混浴風呂で僕も霊に襲われたことがあるんですよ。長い髪の女の霊で、何か男に恨みでもあるのでしょうか。本当に怖くて怖くて、あの時は気を失うかと思いました。そんな思いをしているのになんでまだ入りに来るの？この温泉は霊の恐ろしさにも勝る素晴らしさですから、怖い思いをしてでも入る価値があるのです。しかし最近は僕以外の男性客もめっきり見かけなくなってしまって、なんだか肩身が狭いんです。ここは今女風呂のようでしょ？ショコラはゾッとしてガーナの手を引き、大急ぎでお湯から出ました。さようなら。宿泊しているならまた会うかもしれませんね。
なんか変な人だったね。混浴風呂だから別に入ってるのは悪いことじゃないんだけど。あいつだわ。え？例の噂を流したの、あいつよ。え？なんでそんなことわかるの？見るからに怪しかったから。それだけ？あとは元殺し屋、現情報屋としての勘ね。そもそも無配慮に近づいてきて話し始めるのも気持ち悪いわ。確かにそれはびっくりした。それにあのキモットってやつ、レイに襲われたって言っていたわよね。レイを見たとああやって話して回っているのよ。これがあの人の作り話だったとしたら、男性客を遠ざけ、女性客だけが安心して入れるようになる仕組みを作り上げている。何のためにそんなことするの？考えたくもないけれど、自分の欲を満たすためじゃないかしら。キモットは女性だらけの混浴風呂に自分だけが存在していることを喜びに感じる。最高にキモいやつなのよ。ショコラははっきりとそう言い切りました。それが本当ならありえないくらいキモいよ。うん、キモいのよ。もしキモットが犯人なら、おかみさんたちに伝えなきゃ。めちゃくちゃ迷惑な噂立ててるんだし。そうね、でも証拠がないわ。どうしたものかしらね。ショコラとガーナが頭を抱えていると、カカオとビターがやってきました。とても満足そうな顔をしています。あ、温泉行ってきたの？うん、最高だったよ。僕と兄さんの貸し切り状態でさ。男風呂かなり広くて満喫してきちゃった。極楽浄土。よかったわね。姉さんたちは混浴風呂に行ったんだろう？どうだった？ショコラ、顔がブスくれてる。ブスくれてるって何よ。でもまあ最悪なことがあったわ。ショコラとガーナは混浴風呂で出会ったキモットについて話をしました。カカオとビターもやはり彼が噂の出所ではないかと考えたようです。怪しすぎる。怖い思いをしたという割に毎日混浴風呂に入るなんて不自然だ。どうしても温泉に入りたいなら例の噂のない男風呂で十分なクオリティだったのに。彼が噂を流したという証拠をつかみたい。だけど方法がわからないのよ。僕とカカオが話を聞いてみる。え？男同士ならまた違う話が聞けるかも。確かに。でもキモットがまだいるかどうかわからないわよ。だいぶ時間も経っているし。まだいたらなおさら怪しさが増すね。温泉に入ることが目的ではなく、温泉に入ってくる女性たちが目的だと宣言しているようなものだ。でもお兄ちゃんたちさっき温泉から出たばかりだよ。のぼせちゃうよ。大丈夫、実はちょっと物足りなかった。兄さん長風呂派だったのか。ま、僕もまだいけるよ。それじゃあキモットに会ってくる。お願いするわ。こうしてカカオとビターは混浴風呂へ向かいました。するとやはりまだキモットは入浴中だったのです。二人を見つけたキモットは速攻で寄ってきました。男性客とは珍しい。でも悪いことは言いません。すぐに出た方がいいですよ。どうして？実はここ男性だけ襲う霊が出るんですよ。僕も襲われたことがあって、そんな恐ろしい思いをしたくなければ二度と来ない方がいいです。君入ってるじゃん。僕はこの温泉を愛していますから、霊ごときには負けたくないんです。そう。でも僕たちもここを気に入っちゃったんだ。これからも通うつもりさ。え？あ、いやいや、それはダメですよ。なぜ？霊は別に怖くない。それは、うん、そうだ、ここの霊は何度も温泉に通っている男性を気に入るみたいで、最終的には呪い殺されちゃうんですよ。君生きてるじゃん。確かに。じゃなくて、僕はこの温泉に入るために霊能力者に弟子入りしたんです。だから霊には負けない力を手に入れました。この温泉の霊に勝てる男性は僕くらいなんです。だったら除霊してよ。そこまでの力はないというか。言ってることがめちゃくちゃだな。本当にそんな霊いるの？います。髪が長くて白いワンピースを着ていて、ゾンビみたいな肌色で、とにかく恐ろしいんです。でも何も見えない。僕には見えています。男性客が来るといつもこうなんです。
霊が狙っているんですよ。ほらそこ、こっちを見てる。あ、危険です。カカオとビターは吹き出しそうになるのをこらえ、とりあえず出ることにしました。そんなに危険なら仕方ないね。もうここには来ないよ。君も気をつけて。ええ、それでは。というわけで、僕たちが温泉から出たら途端に嬉しそうにしていたよ。姉さんの言う通り、混浴風呂に男が自分だけという空間が好きなんだろうね。気持ち悪い。次々と例の設定を出してくるあたり、やっぱり怪しいわ。間違いなくキモットが犯人ね。じゃあそんな例いないってこと？いるわけないわよ。そもそもおかみさんも突然噂が立ったって言ってたじゃない。例が出るような事件があったってわけでも何でもないのよ。キモットのやっていることは立派な営業妨害だわ。このままだとキモットという男の存在を嫌がって女性客まで減ってしまうんじゃないかな。実際姉さんたちは不愉快な思いをしたんだし。もう許せないな。お姉ちゃん、なんとかできない？考えがあるわ。へえ、今日も混浴を楽しみましょうかね。男性客は僕だけ。へへへ、最高のシチュエーションだな。混浴風呂に一番乗りしたキモットはもはや演技することもなく、ただただ気持ち悪い独り言をつぶやいていました。やはりショコラたちの予想通り、適当な噂を流し男性客だけを排除していた犯人だったようです。するとその時、一人の女性が入ってきました。来た来た、おお、色白で可愛い人だ。それは女性ではなく、女装したカカオでした。しかしそんなことキモットが知るはずもありません。いやあ、気持ちのいい温泉でしょう。はい、でも霊が出ると聞きました。安心してください、霊は男性の前にしか現れないので。本当に？それじゃあ今はどこにもいない？もちろんです。全く気配も感じませんよ。それはおかしいな。だって僕男なのに。え？昨日会ったでしょ。あの時は男が入ってくると霊が現れると言っていた。君ならともかく、霊が僕の女装を見抜けないわけないよ。な、何が言いたいんだ？霊なんてどこにもいないんだよね。違う、霊はいるんだ。見苦しいの。いい加減自分の罪を認めて。え？カカオは目を見開き固まってしまいました。おい、なんだよ。まさか本当に？カカオは大急ぎで走って出て行ってしまったのです。こいつ何だったんだ？すごく驚いているようだったけど、本当にって僕の後ろに何かあったのかな。キモットはカカオが見ていた方向に体を向けました。するとそこにいたのです。え、なんで。違う、例なんているわけがない。俺は僕が適当に言っていただけで。憎い、お前を殺す。いやー、ごめんなさい、許して。キモットは泣き叫びながら混浴風呂を出て行きました。お姉ちゃん、行ったみたい。うまくいったわね。そう、キモットが見た例は実はショコラが変装した姿。ショコラたちは昨日キモットのことをお上に話し、成敗するための作戦を立てていたのです。翌日の混浴風呂は大掃除のため、一般客には立ち入り禁止と伝え、キモットだけ入場できるようにしていました。まんまと入浴に来たキモットに第一の罠、女装したカカオと接触させ、本当にキモットに霊が見えているのか確認。案の定、女装に騙され霊はいないと言い張ったので、キモットの虚言が明らかになりました。そこで第二の罠、ショコラが霊に変装しキモットを驚かせる。カカオが最初に驚いて見せたことで余計効果があったようです。キモットは混乱のあまり、霊は自分が適当に作り出したものと白状までしていました。これで一件落着ね。
あれだけ怖がっていたし、もう二度と来ないでしょう。ありがとうございました。あの方、存在は知っていたんですが、まさか例の噂を流していた犯人だったなんて。もしまた来たとしても、出入り禁止にします。まったく迷惑な話です。噂は全部嘘だったって、ちゃんと広めなきゃね。そうしたらお客さんも戻ってくるにゃ。ええ、そう言っていただけて嬉しいです。なんだかすっきりしました。でも、お客様にこんなことさせてしまって、申し訳ございません。いいのよ。私たちもムカついていたし、おかみさんがすぐに作戦に賛同してくれて助かったわ。すっきりしたのはこちらも同じよ。いい温泉だからすぐ元通りになる。僕たちのお店にも広告を貼っておくから。そんな、ありがとうございます。もしよかったら、お食事の内容をより豪華なものにさせてください。せめてものお礼です。板前が腕によりをかけてご用意いたします。豪華なご飯、嬉しい。わーい、ありがとうございます。逃げた演技をしてくれたカカオにも伝えなくちゃね。そしてこの後兄弟たちは料理や温泉を心ゆくまで楽しみ、最高の時間を過ごすことができたのです。また絶対みんなで旅行に行こうね。これから私たちもカカオたちが行った宿へ行くんです。今から楽しみで楽しみで。婚約ですからね。統括主任と2人。そんなハレンチなことはしません。さて、あの後キモットがどうなったのかはおまけで確認してくださいね。それではまた、バイバイチーン。あんな目に遭うとは思わなかった。今後は家の風呂に入るしかないか。憎い。お前が憎い。なんで家にお前が。っていうか、本当に適当に話しただけの霊なのに、なんでいるんだよ。霊というものはその存在を話すことで力をつけていくという話があります。キモットも最初は適当な霊の話をしていたにすぎません。しかし大勢から噂されるようになり、嘘の存在だった女の霊はやがて本物の存在になってしまったのです。キモットは自業自得、自分の作り出した女の霊に呪われてしまいました。皆さんも霊の噂をするときは十分気をつけてくださいね。